この実況を見るときは、部屋を暗くして、画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。それではね、早速、まあ、タイトルに出ている通りね、早速、カニさんやっていきたいと思います。まあね、こちら、チョン。はい、見てもらえればわかる通りなんですけれども、まあ、今、イースターっていうイベントが来てまして、ちょっと、色が、いつもと違う、野生のものがね、出てくるんで、まあそれをとりあえずもう捕獲はしています。はい、これから投石機でこいつを捕まえていきたいかなと思います。おお、しっかりご飯も食べてね。はい、生肉だけどね。ちなみにレベルはこんな感じ、130レベルの全身水色、だいぶ綺麗かなーと思って、じゃあ早速やっていきましょう。まあぶっつけ本番なんで、まあ僕もね、失敗はします。お尻を狙うんですよ。おっと、ミスった。今のはあかん。お、ここはいいんじゃない、狙い目だね。オッケー、今のはヒット。何回当たってんだよ。さあ、4回目かね、今。あ、今のはどうだろう。できればね、止まってる時に連打したいんだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おーし、いいね。おー、いいね。これ多分入ってんじゃないかい。おっと、速攻で止まれ。あー、お手手に当たりそうだけど、こうか。なかなかいいんじゃない。悪くはない。ただこいつ血の色が水色だからさ、わかんない。おいしょ。ね、ここら辺に止まってね、欲しいんだよ、ここら辺。お、リクエストが通じるか。ここで止まってほしいな。そこはまあいいでしょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。入ってんのかこれ、死んじゃうかな。よいしょ、はい、来たー。よし、気絶成功。意外と前段命中したっぽいですね。で、とりあえず気絶したので、こちらの、腐った生肉、キブルないんでね、を入れていきたいかなと思います。まあ、これで今、テイム2倍なんで、腐った生肉突っ込むだけで、こいつ多分、いくつくらいなんだ。お、あとちょっとやん。俺結構外してたんだな。うん、ブリーじゃねえんだよ。結構汚ねえな。うん。はい、ギリギリテイム。多分何発か、いろんなとこに当たっちゃったんだろうね。うん。まあ結構適当にやっちゃったから。火力185、HP4500。うん。まあこんなもんでしょう。でも火力ちょっと低いな。200ちょいあっても、250あってもいいんじゃないかなって思うけど。で、皆さんね、これだけで終わりじゃありません。私ね、多分テイムできるであろうと思って、もう一匹用意しておきました。そちらの方に行きましょう。もう一匹はね、色が気に入って、ただ捕まえてみただけで、まだ、気絶はさせてないんですけど。で、あとね、とてもね、打ちにくいところにね、やっちゃったんでね、どうなるかなーって思うんですけど、黄色と赤色なんだよ。こいつ、お腹の方が赤すかオレンジっていうか、そんな感じで、で、まあ、メインの色が黄色ということで、なかなか面白いなっていう感じで、テイムしたいんだよね。お、そこで止まってくれれば、お尻にちょんと当たるんだが、あ、当たるかな、ここ。あ、違う違う。あ、違う違う違う。ちゃ、ミス。よいしょ。まあ、ぶっちゃけ、キブルでもいいんですけど、まあ、ちょっと僕面倒なんで。よし。狙うぞ。おーっと、近すぎると狙えねえのか。おや、攻撃してるな。これは良くない。攻撃は良くないぞ。こっちおいで。こっちおいで。そうそう、いい子だ、いい子だ。こっちにおいで。さあ、こっちに来るんだ。ここね、罠の作り方ね、スピノ用なんでね。さあ、こっち来い。こっち来い。よし、来た。もっと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 。もっともっともっと。いい子だ。
そこでずっと止まっているがいい。今から貴様に気持ちいいところに貴様の大好きなものをペシペシ当ててやろうじゃないか。ほらこれがいいんやろ。お前そこさ、お前そこ当たんねえんだって。お前そこ当たんねえんだよ。危ない、今捕まれるとこだった。案外結構危なかった今。こっちにおいで、おいで、おいで、おいで。超怖え、この誘導超怖え。はい、来た。よしよしよし、そのままそのままそこでストップストップストップノー。お、まあまあそこなったら当たるでしょう。よし、あの罠はねできれば小さめに作るとですね、こうやってカニを誘導せずに済むんで、やってみてください。よいしょ。おっと、そこ当てにくーってか遠いなこれ。おひるんでないよね、完全に。ついどうだ、死ぬかな。当てにくいな、これどうなんだろう。ヒットしてるのかな。逃げモーションになってほしいんだよね。歩き回ってほしい。おい、そこはお尻には当たりにくいな。ここかな、ここら辺かな。ほい、手に当たってるよね。血ついてきたよ。これはまずいよね。お、なぜ君は逃げモーションにならない。なぜそんな勇敢に壁を壊そうとする。君は石は壊せないはずだ。これはどうしよう。おっと、あれ今グランってしたから。いやでもこれ無理だな。一回諦めるかこいつ。うん、諦めよう。よし、で弾はあと何発。5発中だとちょっとちょくないっていうかね。まあこのこれだけの動画で終わるのはちょっとあれなんだね。あれかな、どうしようかな。まああいつのテーマはね、まああと時間次第って感じなんで、とりあえずまあ急遽急遽まあこういうねグダグダな感じもねアークっぽくていいかなと。ちょっと下の拠点行ってみようかな。で、まあ生肉、腐った生肉をこいつらから奪いので、こいつに確か入ってるかな。あ、入ってた入ってた。よいしょ、軽くあげましょう。よし、この子145レベルテイムしたからね、なかなかいい感じに育ってくれるでしょう。しかもね、あのイースターのカラーなんでね、結構プレミアがつくかなと思います。よいしょ、こいつもね、130でテイムしたカニさんです。あの途中ラベジャンにパクパクされちゃっててね、あのテイム値下がっちゃったんですけれども、まあ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 いい感じでしょう。で、君にあれかな、キノコが入ってんのかな。あったね、キノコ。よいしょ、よし、意外と下ってるな。このまま行って、でとりあえずこの子に、よいしょ、キノコと生肉、まあ腐った生肉あげて、でちょっと気絶値あげてから、ちょっと下の拠点に行ってちょっとカニさんテイムしてみようかな。まあどうせならおっと、ダーチュイ。とりあえず、弾を持ってこう。
何でもでもいいか。まあ、とりあえず、まあいいや。とりあえず、カニを見つけよう。カニさん、カニさん。できればなんか、色違いの。ん？目の前にいるのは青色じゃないか？あれ。お、ピンクっぽいスピナもいる。ん？このカニかっこよくない？ん？あ、元からいる、これ、ん？元からいる色これ。めっちゃ青だけど。これ、元からいる？綺麗だけど。どうしよう。やっちゃおうかな。この子やっちゃおうかしらね。何レベ ?15 レベ。15レベか。よっしゃ。よしよしよし。さあおいで。うん、さっきの死体が入ってる場所で、いっか。ちょっと狙いにくいけど。まあそこは妥協せず、すんごく地道に待って、お尻を向けてくれることを祈って、やってれば、いいかな。で、カニさんを連れてくるんだよね。こうやって道を確保して。うわ、めっちゃ綺麗な青じゃん。綺麗じゃないこれ。俺、青色大好きだから、これはもうたまったもんじゃないな。重い重い。俺んち重い。俺んちめっちゃカクカクする。ここ周辺僕んちなんでね。あれもそうです。さあ、おいで。いいね。この色いいじゃん。綺麗綺麗。青色のカニさん。オープン。さあ、いらっしゃい。いらっしゃっせー。いらっしゃっせー。はい、ご案内。一名様、ご案内。逃げないよね。大丈夫だよね。あ、逃げる系？あ、そういう感じ？はい、落ち着いてください。中の奥までお進みください。はい、そしたら、ですね、横にあるですね、赤いボタンを押していただけると、シートベルトが出ますので、そちらの方をご着席の際にお締めください。それでは、参ります。夢の国へ行ってらっしゃい。何の茶番だよな。さてと。俺のは無抵抗にしてある。オッケー。無抵抗にしていないと、襲ってしまう時があるんだね。多分、15レベルだったら5発でいけるでしょう。ちゃんと当たれば。でも、また嫌なところにいるな、お前。なんか、みんなそこ定位置なのかな？あ、こいつお腹の下黒い。青と黒だ。こいつイケメンや。半端ねえな。半端ねえな、マジこれ。マジ、しびれしまうぜ。カニさーん。カニさん。カニさん。こっち。そうだ、いい子だ。いいぞ。てか、そっちに行くんじゃない。あ、これ逃げモーション入った。あ、逃げモーション入ったね。オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。いよいよ。ん？いや。今なんかまたぶったたき始めた？もう生肉食っちゃうから、これ。あ、でもそこいいんじゃない？そこいいんじゃない？すごくいいんじゃない？チョコってなんだよ。そこって言いたかったのに、チョコってなんだよ。5発で多分いける。お、すごくいい。あれ？当たった今。グランってしてないけど。ん？あ、全然違うとこなんだよ。こういうことかな。こうか。ん？おー、当たってる。あと何発だろう。もう5発撃っちゃったよね、多分。遠いとどこに落ちるか分かんないね。止まってくんねえかな。そこは厳しい。お、あ、弾切れだ。弾切れじゃん。ぴったり弾切れじゃん。よーいしょ。こんな時もね、まあこういうこともね、あろうかということで、しっかりとインゴットゥー用意してもらう。噛むぞ。この頃なぜか知らないけど、よく噛むぞ。あれか？年か？なるほど。ろれつが回れなくなるという、その、老化ってやつだな。やだなぁ。俺も年取っちまったのか。石4つじゃ作れねえよな。うん。よいしょ。
まあ、こんなところまで映してしまうのがね、僕の、グダグダ実況の剣の大冒険なのでね、これからもよろしくお願いいたします。よいしょ。まあね、こういう、努力というか、まあ、地道なところもね、映せて、まあ、カニのテイムは大変なんだよっていうところが伝われればいいかなと。はい、重い。うん、めちゃくちゃ重い。でもね、このね、ゆっくりしているこの歩きの時にね、トークをつなげるのもね、これがね、また、実況者の役目なんですよ。はい。まあね、今ね、僕、まあ見てわかる通り、アベレーション。はい、そうですね。まあもう、カルキノスと言ったら、アベレーションなんです。まあここね、公式なんですけれども、まあアメリカサーバーで、まあ僕一人でね、一番最初来た時は、アメリカ人たちにね、こんにちはって言ったら、キル !You kill die! ってめっちゃ言われて、まあめっちゃ殺されたよね。うん。でも、ここら辺は、まあもう僕が誰よりも先にラプトルゲットしてテイムして、でそっからカルノサウルステイムして、でここら辺陣取ってって感じかな。はい、忙しかったね、あの時は。多分これで5発くらいは作れるでしょうよ。6発よし、全部当たれば多分倒せる。倒しちゃダメだ倒しちゃあかん。よし、ここら辺、止まってくんねえかな。いい感じのところで止まってほしいんだよな。そこで止まれ。そこいいんだけどな。そこか、どこで止まるんだい君は。いや、このカニさん欲しいな。すごく綺麗。暴れるね。止まってくれないと当てれないな。お、あ、今のどうなんだ。低レベルだからさ、下手するとすぐ死んじゃうんだよね。しかもまた青色だから血が分かんない。血が出てるのか分からない。多分出てると思う。すんごい大量に血出てると思うんだけど、青くて分かんないんだよね。止まれ、止まってください。いいこと考えたぞ俺。今こいつ逃げ状態で仲間を攻撃しないのであれば、もうこいつで封鎖しちゃおう。ねえ、こいつ今無抵抗になってから、中でもしも攻撃されてもオッケー。牧場じゃねえこれ。ちょ、重たいよ。ちょ後ろ行かない、後ろ行かない。おっとっとっと、こいつを端っこの方で固めて、そう、そっちいい子だね。いいよ、すごくいい。こんなもんかな。よし、テーム行ってみよう。超ゴリ押しだけど、なんだったら、ロックドレイクに石だったらか、結構痛いだろうけど。でも、こういう作戦もありなんじゃない？お顔でいけない！お顔が邪魔で撃てない！なんということでしょうだよ、これ。今撃ったら、ロックドレイクの顔面砕けちまうよ。これは、どうするべきか。もう一度、ちょっと。よいしょ。こんな感じにすればいいんじゃないかい。カニさん待て。こんな感じかな。ロックドレイクを壁代わりに、すごいところに来てるこの子。これはダメだわな。理想的にはめ込んじゃって。違うよ、そうじゃないんだって。君そうじゃない。向こう行って向こう。そう。いいよ、すごくいい。そう、いい子だ、お利口さん。そこにいなさい。今から君の大好きな投石を、がっつり当ててあげるから。いい子にして待ってなさい。よし、おそこ当たるんじゃねえかい？ほい！
おお、やった気絶したすごいゴリ押しだけど。いやー、でも綺麗、すげえ。まあこういうテイムの仕方もねまあちょっと頭ひねればこんな感じでできるのでね、あのよかったら皆さんもねやっていただければまあ結構危ないけどね、このやり方。俺もまさかこのやり方するとは思ってなかったから。なんだったらこいつ足折れてねえか、これ。ここの足、お前変に曲がってんぞ、大丈夫か。すごいビヨーンって伸びてる、かわいいな。このビヨーンってなんかグテッとしてる感じがまたなんか愛くるしいな。お前かわいいな、すごい綺麗。まあステータスはまあ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 仕方ない、この低さは仕方ない。まあ飾りとして僕の拠点にどっかに飾っておきます。はい、てなわけでね、まあ今回カルキノス2匹ともテイムできたということでね、ここら辺で終了したいと思います。皆様ね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。